秋口の頃だったか、俺の勤めている会社の社長の菩提寺が建物の一部を修復するとかで、俺も含め若い社員が5、6人と監督役の係長が一人、荷物の運搬を手伝いに行かされたことがあった。本来は休日である土曜日にだ。ご本尊の裏にある遺灰やら何やらを丁寧に梱包して箱詰めしていたまでは良かったんだが、なんか妙に気になるものがある。あからさまに額縁入りの絵画なんだけど、布がかぶせてあるんだ。それも複数枚。黙ってスルーしてればよかったんだろうけど、やっぱり気になる。だから住職の息子さんに聞いてみた。これ絵ですか？なんでこんな風にしてあるんです？そしたら息子さんはカラカラと笑いながら、ああ、それはみんな曰く付きの絵です。だからうちで預かってるんですよ。ってこともなげに言う。ああ、そうですか。聞かなきゃよかったなぁと軽く後悔しながら作業に戻って、やがて夕暮れになった。会社の大型ワゴン車2台分ぐらいの段ボールを乗せたまま、山道を下って、その途中、道の駅で食事をすることになった。食事をしながら係長に、そういや、あの荷物どこに下ろすんですか？と聞くと、会社の倉庫とのこと。なんか怖いじゃん。やだな、遺灰まみれの倉庫で在庫調べるのは。まあそんなこと言っても仕方がないので、会社に戻ってから倉庫の一角に荷物を下ろして、それじゃあお疲れ様、という運びになった。本当に嫌だったのは、その翌々日、つまり月曜の夕方。うちで注文した資材が入荷したので、倉庫に運んでいたんだけど、例の遺灰が入った段ボール箱の一つが、蓋が開いている。そればかりか、なんだか見覚えのある布のかぶった絵が、その段ボールに立てかけてある。マジでシャレにならないと思ったけど、気になるなんて生優しいものじゃないから、一応確認してみようと思った。布をそーっとまくって見てみると、女の人の肖像画だった。肩口から上がモナリザみたいな構図で描いてある絵。ただ、まあさすがだね。寺で預かるだけのことはある。人殺しみたいな目がこっちを睨んでいて、唇の端がキューッと笑った形に釣り上がっている。十人に聞いたら十人が気持ち悪いと言うであろう表情。描いたやつの気が知れないというレベル。速攻で倉庫を出て、係長に進言した。持ってきたはずのない絵があるって。ちょっとした騒ぎになった。すぐにその時のメンツが倉庫に集められて、これ誰が持ち込んだんだ？と質問。そしたら、隣の部署の新人が手を挙げた。もはや、彼以外の全員が、
は？って感じの状態。だって、そんなもの運べなんて誰も指示していない。なんでそんなことをしたのか。新人は言った。よく覚えてないんですけど、俺が段ボールに入れたような気がします。気がしたってのはどういうことだ？係長が言うと彼は、すみません、よく覚えてないんです。俺も彼に聞いてみた。土曜日、ここに運んだ時は、箱に封がしてあっただろう。開けたのは誰なんだ？あ、それも僕です。なんで？今日あの寺から荷物の問い合わせでもあったの？いえ、昨日ブラッと会社に来て、この絵を見てたから。その場にいた全員息を呑んだ。つまりそいつは、わざわざ嫌な絵を運んできたばかりか、日曜日に会社に来て、その絵を眺めていたらしい。休日で誰もいない会社の倉庫で、たった一人で。しかも、彼は自分がそういう行動を取ったのは覚えているのに、なぜそんなことをしたのかが、どうしても思い出せないとのこと。この時点で俺は鳥肌立ちまくり、係長もこりゃやばいと判断したらしく、すぐ寺に連絡した。後で聞いたら、電話の向こうで住職の息子さんがこんなことを言っていたらしい。ああ、ついて行っちゃいましたか。その人を怒らないであげてくださいね。悪いのはその絵ですから。手伝いメンバーの全員が寺に持っていくことを拒否したため、返却は運送屋さんに任せました。泣く泣く再梱包したのは、もちろんその新人だった。知り合いの霊能力がある人の話。普通霊能者って言うと、なんかおごそかな感じの人が多いっていうイメージがあるんだけど、その知り合いの人は、そこら辺にいそうな筋トレ好きの空手有段の体育会系のおじさんなんだ。見えることは見えるらしいんだけど、特段払ったりする力があるというわけではないらしい。で、普通霊能者って、まあ汚い話、報酬なりで金品とか取る人多いけど、そのおじさんはまず報酬を受け取らない。詳しくは知らないけど、医療関係の仕事についているらしく、休みの日に無償で見るというか相談に乗るという感じ。ここからが本題なんだけど、去年俺の母ちゃんが乳がんになったことが判明した時、いろいろあってそのおじさんと知り合ったんだけど、その時に話の流れで母は自分の実家の写真を見せたらしい。そしたらおじさんは、ブワーッと鳥肌を立てて、写真に一部写っていた、実家の敷地内にある、納屋というか倉庫を指さして、ここがやばい、って言うんだって。その倉庫っていうのは、20年くらい前まで貸し屋をしていたんだけど、自殺が2回、全焼1回、という凄まじいことになったので、
菓子屋を取り壊して倉庫に建て替えたらしい。そんな情報はおじさんには教えてなかったから、やばいってなったんです。そもそも実家のことを相談するために写真を見せたわけではない。暇な時泊まりに来ませんか？ということで見せたんだ。おじさん曰く、なんかその土地には貞子を60歳ぐらいにした感じの幽霊的なものがついているらしく、その後いろいろ調べてみたら、菓子屋をやっていた時自殺した60代のおばあさんがおじさんの言う幽霊との特徴が一致してるってことで、さらにビビった。つまりその自殺したばあさんが化けて出ていたということなんだけど、おじさん曰く、このばあさんの幽霊は何かに操られているに過ぎない、もっとやばい霊的な存在に操られているとかいうわけです。母の実家は元地主の分家で、そこそこの土地持ち農家なんだけど、所有している田んぼのある一部の土地が、大昔には処刑場というか首切り場になっていたらしく、そのことと関係あるのかなと思ってみたりしました。まあその後、いろいろとあって、おじさんとは疎遠になったんだけど、未だ何かそういう因縁話みたいなものは放置されっぱなしで、なんか怖いなと思いました。